本日なんですけれども、はい、ペンホルダーネタいきたいと思います。おお、久しい。久しいですね。ちょっとやっぱ最近ペンホルダーから離れてた気がするから、はい、これはペンホルダーの人は持ってた方がいいというか、結構必須になるサーブじゃないかなと思います。どうでしょうかね。じゃあ同じペンホルダーですけれども、はい、例えばペンホルダーってこの真下回転を結構出すの難しかったり、出すの難しいね、まあ、なんでかはお湯説明するんだけど、真下回転を出すのが難しかったりとか、この巻き込みを出しにくかったり、 YG のブチって切れてるのを出すの難しかったりするんですよ。はい、もちろんこういうサーブ覚えたいと思うんですけれども、うん、一番お手軽でなおかつ相手に効くサーブっていうところで、これをまず覚えてほしい。それをなぜ、まあ、覚えた方がいいのかっていうところであったりとか、このサーブがなぜ覚えやすいのかっていうところを説明しながら実際に紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。まあ、一応右右を想定して出していくんですけれども、まずこれなんで覚えやすいかっていうと、とりあえずペンホルダーはね、どんなラケット、まあ、中ペンでも日ペンでもなんですけれども、結局こうやって構えた時にラケットがもうこう自然と落ちちゃう、頭がね、ヘッドが落ちちゃう、ラケットになるんで、だからこういったところからこういう決まった下回転を出すのが難しかったり、こういうふうに逆の向きを向かせるとこう負荷がかかって少し工夫がいったりするし、テクニックがいるんですね。なので難易度がやっぱりちょっと上がるんですよ。打球感覚の難易度というか少し上がってくる。これで回転かけたりするの正直ちょっとやっぱ難しいんで、なのでまずはこのペンホルダーの自然な形を生かしてそのまま出しちゃうっていうことで、じゃあちょっといきますね。これこれが難易度が低く、まあその実践するっていうことにおいて難易度がかなり低め、なおかつ相手に聞きやすいっていうことなんですけれども、まあ難易度の低さはこうなんとなく分かっていただけたのかなと、ね、こう決めたりこう決めたりするのむずいから、まあそもそもラケットが落ちやすいからこれ使った方がいいねっていうのはなんとなく分かったかなと思うんですけれども、じゃあなんで相手に聞くねんということですよね。まあ今出してるサーブっていうのはロングサーブ、はい、ロングサーブロングサーブですね。まずはロングサーブでいいかなと。なんでかっていうと、効くサーブの要素というか、こういうサーブって相手に効くよねみたいな、ちょっとさっと出してもらっていいですか。早い、早いサーブは効くだろう。切れてるサーブは効くだろう。十分じゃない十分要するに早くて切れてるサーブが出しやすいんですよ、これは。なるほど。じゃあ逆いくね。まあ、かかってなくて遅いサーブだよね、これは。意外とでもペンの人でこういう人結構多いんですよね。なるほど。そのちゃんと下回転を出そうとか、なんかちゃんと巻き込みっていうか、まあ巻き込み出そう、複雑なサーブ出そうとしてサーブ自体の威力が弱まってる人で、非常にもったいない。なのでまずは形にこだわるんじゃなくて、まずキックサーブなんやねんというところで、まあ速いサーブとか、ね、コースがちょっと分かりづらいサーブとかっていうのがあると思うんですけど、その中でもやっぱりまずは、いわゆる、ね、いろんなサーブが出せない、いろんなテクニックをこう活用できないレベルの話なんで、まずはこの速いサーブだけでもいいし、切れてるサーブだけでもいいんですけれども、ペンホルダーのこのヘッドが下がったサーブっていうのは非常に切れやすく、速いサーブが出やすいサーブになっているので、まずはここかかってる、覚えてもらうのが早道かなと。苦労しますよね、結構取るのにね。なのでまずこの早く切れたサーブがあるっていうことが
まず身につけられると短いサーブも効いてくるっていうことなんで、うん、まずはこれを覚えると他のいろんなサーブが効いてくると。まあ返ってくるかもしれないけど、多分これ相手が強く打つっていうのはすごく難しいサーブだと思うんで、シンプルイズザベスト。はい、じゃあまずこのサーブが出しやすい理由分かったと、で効くサーブっていうのが出しやすいのも分かったというわけで、最後はまあ実際に注意点紹介したいと思います。この卓球台に対して自分の足もある程度平行に近い形を取ろうと。こうなってたらね、これちょっと出すの難しいんで、ある程度この平行に近い形、斜めでもいいんですけれども、まあまあこういう風に横に近い形をまず取ろうと、まあ、多少斜めでも大丈夫です。まずこの形を取ることでラケットしっかり落ちて、勝手にそれがやりやすい形ができると。2つ目、はい、切れてるとか長さとかはそんなに気にしなくていいです。まずはしっかり助走を取ってインパクトが出るような状態を持ってくると。力が加わるように。こっから無理や。これはやっぱりね、エネルギーというものが生まれませんので、しっかり助走を取って、最後3つ目は助走を取ってスイングしたとした時に、当たる時に止める。これなんでかっていうと、まあ、そのスイングスピードのマックス値が止まった時に出やすい。切ろう切ろうと思ってここら辺を早く打とうとすると抜けちゃうのね。まずい、抜けちゃうのよ、このタッチが。なるほど、まあ、もちろん我々が言ってる打球感覚で回転をかける感覚ってのはもちろん大事、もちろんそこできてないとなかなかこのテクニック論を話してもなかなか正直実現できないんだけれども、それをやりやすい方法としては助走をつけて止めたところで当てる、まあ、ブレーキをかけたところで当てる。そうするとそのスイングスピードのマックス値っていうのが出やすいところで打球できるんで、自然と、まあ、速い、まあ、助走ついてるんでね、インパクトがどうしても出るから速いサーブになりやすい。あとはこの切れやすいっていう状態ができるのかなと。これがまずペンの本当覚えるべきというか覚えやすくなおかつ必須のサーブになると思う。もちろん俺もやっぱ使ってるしね、もちろん多少種類は違ってくるんですけれども、ラケットをこう落とした状態でこうどっちかというとちょっとナックル系のボールを出すことが多い。それはもうね、プレイヤーによって変わってくる。俺下が好きなの。そうそう、こういうの出したら球曲がってきたりするからちょっと打つのは難しいの。だから使わないんだけど、はい、ちょっとナックル系のボールを出したりとかして相手が起こしたりとか、うん、わってびっくりして浮いてきたのを打つとかっていうのが多いから、そういうのを使ってるだけなんだけれども、もともとの型っていうのはこれですね。そこの派生で変わっていった。もともとはこれ進化して最終今の形になってるっていうだけなので、その最初まず覚えやすい、相手に聞きやすい、なおかつそのペンホルダーの良さがまあ出やすいっていうところの三拍子揃ってるので、まあガネちゃんもここを意識して出してもらえるといいのかなと思います。まあ今回は本当にテクニック論なんでね、正直行ったらすぐできると思うからやらないけど、シェイクに比べて情報が少ないっていうところもあるから、すごく迷ってる方いると思うんだけれども、はい、めっちゃシンプル。まずこれやってみよう。もう迷ったらというか、何やっていいかわからんって思ったらこれをやっとけば1点2点は追加されるはずなんで、まあ、ぜひ覚えてほしいなと思います。はい、今回はご視聴ありがとうございました。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガー、
または名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れていく監督さん、経験を YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身、全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね。そういった部分の講習会を逆に私自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にこうレベルがステップアップするにつれて、なんかこう違うなと。やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく、その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃こう卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、あれ、これもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について、各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい、なるべく勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。